潜水艦といえばスナイパーの一面がある戦闘兵器だけど、その価値がより高まったのは核弾頭搭載型ミサイルを発射できる戦略型潜水艦の登場が契機となったよ。戦略型潜水艦は、原子力を動力にすることで半永久的に航行が可能となり、その結果海があるところであればどこへでも隠密に行動し、敵国の喉元へ核兵器を突きつけることができるからな。まさに究極の抑止力としての効果を発揮するようになったよね。ちなみに、潜水艦にはかなりの隠密性が求められていることは周知の事実だと思うが、その他にも洋上での充電を行わずに済む能力ステルス性など、様々な能力が求められる兵器でもあり、世界各国はその開発にしのぎを削っているのも事実だぜ。特に、世界唯一の軍事大国となったアメリカが、自国では成し遂げられなかった高性能の開発を成し遂げた国として挙げたのは日本なんだよね。日本は、アメリカが我が国も撃ってほしいと懇願したとも言われるほど、高性能の潜水艦を開発することに成功しているんだよな。そうみたいだね。今回は、アメリカすら羨む日本の最新鋭潜水艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。遡ること2020年3月5日、兵庫県神戸市の三菱重工業神戸工場にて海上自衛隊の新潜水艦OUの引き渡し式が開かれたよ。海上自衛隊の主力潜水艦双雄型の11番艦である OUは、潜水艦の動力としては世界初のリチウムイオン蓄電池搭載の通常動力型潜水艦として就役したんだ。リチウムイオン電池、と言われてもピンとこないかもしれないけど、単純に言えばスマホの充電池とほぼ同じようなものですと聞けば、みんなもわかりやすいんじゃないかな。双雄型は世界最大のディーゼル潜水艦で、低振動で静粛性に優れ、世界有数の高性能艦としてアメリカをはじめとする各国から注目を集めているよ。そして、今回の OUからは、長時間潜航可能な、非待機依存推進 AIP 機関を海上自衛隊の潜水艦として初めて搭載することになったんだ。外機を必要としない AIP はいくつかの方式があるんだけど、双雄型10番艦の双雄までは水中の航続時間を伸ばすためにスターリングエンジンを搭載していたんだよね。スターリングエンジンを導入することで、海上自衛隊の潜水艦は長時間の潜航能力に秀でる性能を持つことになったってわけ。でも、これだけ優秀なスターリングエンジンをあえて捨て、最新鋭潜水艦にリチウムイオン電池がなぜ搭載されたのかな？もちろん、捨てたのではなくより性能の良いものを求めた結果ではあるんだけど、ここで現在の海上自衛隊の潜水艦の状況について、詳しく見てみようか。2022年現在、海上自衛隊の最新鋭潜水艦大芸型以外で、リチウムイオン蓄電池を搭載して収益済みなのは双雄型潜水艦の11番艦オーユーグレ基地所属第1潜水隊軍第3潜水隊と、12番艦東雄横須賀基地所属第2潜水隊軍第6潜水隊の2隻となっているよ。双雄型潜水艦の所言で分かっているのは全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦ということであり、10番艦双雄までは非待機依存推進 AIP 対応のスターリングエンジンを搭載していたことは明らかになっているんだ。実は双雄型潜水艦の建造にあたって、当初の計画では潜航中動力としてリチウムイオンなどの燃料電池の搭載が検討されていたことは、一般的にはあまり知られていなかったんだよね。この時に検討されていた燃料電池は、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことで、通常の乾電池などを指す二次電池と違い、様々な燃料を補充することで永続的に発電可能かつ発電効率の高い電池として各方面で研究が進められていたものだったんだ。防衛省傘下の防衛装備庁では、当初ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討したんだけど、使用される水銀が大量に必要であったため断念し、酸素及び水素型電池の開発に舵を切り直したよ。でも、火器厳禁の取り扱いを要する酸素や水素潜水艦内部に搭載することの懸念があり、結局双雄型潜水艦には AIP スターリングエンジンの搭載を決定し、当時の技術研究本部ではその後を見据えて、水面下で次世代潜水艦用蓄電池となるリチウムイオン蓄電池の開発を進めていたってわけ。そして、その開発の成果が実り、OUイコールの潜水艦には、リチウムイオン蓄電池を動力とした機関を採用することになったわけなんだ。ちなみに、リチウムイオン蓄電池のメリットは、
鉛蓄電池の欠点であった水素ガスの発生がゼロあることや、エネルギー密度が2倍以上かつ 1.5 倍以上の繰り返し充放電回数ができるようになること、おまけに充電時間も短いことから、長期間海中で任務を遂行する潜水艦として優れた特性を発揮することができると判断されたことにあるぜ。海上自衛隊としては、リチウムイオン蓄電池を総流型の5番艦随遊から搭載したい意向ではあったが、別関係の太平型から搭載することに計画を変更しつつも、結局は前とした11番艦欧遊から搭載されることになったんだよな。そうそう。これは、中国などの軍事的脅威に対抗するために性能の高い潜水艦の配備が急務であったことなど、様々な事情があったためだね。中国から言わせれば、こんな潜水艦がいきなり上海の沖合に現れて攻撃でも仕掛けられては、たまったものではないもんね。そうだね。さて、リチウムイオン蓄電池を搭載するにあたり、総流型のスターリング AIP 機関は踏襲され、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法、あるいはスターリング AIP システムも含めてリチウムイオン蓄電池と置き換える方法の3つが検討されたんだ。相互比較した結果、後者のプランの方が、コストは高くなるが水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなると判断され採用に至ったみたい。ちなみに、リチウムイオン蓄電池を採用することによって高性能になったと思われがちだが、実際のところスターリング AIP システム搭載艦と比較すると時空間力が8000馬力から5600馬力に落ちているんだよな。とはいえ、潜水艦は馬力が勝負の兵器ではないからな。そうだね。他の総流型潜水艦と比べて、欧遊等遊は水中における最大速力が、20ノット時速 37km から18ノット時速 33km に低下しているのは事実なんだけど、問題はその速力の持続力にあるんだよね。以前の総流型潜水艦の場合、搭載している鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は意外と短くなっており、10番艦までは最高出力20ノットを維持できる時間はなんと5分間であり、連続潜航時の水中最高速度は16ノットまでしか出せないんだ。一方、欧遊等遊のリチウムイオン蓄電池ならば、長時間にわたり持続して高出力を発揮することができるため、最高出力18ノットを数十分維持することが可能な能力を持つことになったってわけだ。さらに、連続潜航時間が10番艦までは2週間だったものが1ヶ月に伸びていることなど、航続距離や潜水時間についてもかなりの性能アップがなされているんだぜ。また、充電に必要なシュノーケル航行時間も格段に改善されているみたいだよ。以前の総流型で採用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式では、フル充電のためにシュノーケル航行時間が5から7時間は必要だったけど、リチウムイオン蓄電池は急速充電により2から3時間でフル充電が可能なため、シュノーケル航行時間が大幅に短縮され、敵から発見されるリスクが軽減されたんだ。そう考えると、欧遊等遊になっていこう、潜水艦としての総合的な能力は格段にアップしたと言っても過言じゃないね。さて、日本がここまで潜水艦の能力向上にこだわるのは、やはりシーレーン防衛のためであることは間違いないだろうね。資源のない島国である日本にとって、海上輸送の確保は国が生き延びるために必須であり、現に過去の戦争ではこのシーレーンを防衛することができなかったことで、結果的に敗戦したと言っても過言ではないよ。そして、シーレーンの防衛に欠かせないのはサイレントサービスとも呼称される潜水艦の存在だね。潜水艦は、その隠密性から商業船舶を攻撃するために必須の監視と言えるが、敵国の潜水艦の活動を阻害するためには、潜水艦を持って制することも必要なんだよな。そして、潜水艦はその隠密性から相手の目と鼻の先まで知られぬように侵入することができるよ。核弾頭ミサイルを装備した潜水艦が、ある日いきなり自国の周辺に現れ、察知されることなくそれを発射することができたらって考えるだけで、どこの国でも恐怖に駆られることは間違いないよね。ほんとだよね。潜水艦には、そういう隠密ゆえの恐怖という一面があるもんね。もちろん、非核三原則を持つ日本が自国の潜水艦に核弾頭ミサイルを装備することなど、絶対にありえないよ。ただ、絶対とは言い切れなくなっている実情ではある、と思うぜ。なら安心だと、中国や北朝鮮、それにロシアが思うかといえば、そうではないだろうしな。彼らが恐れていることは、日本の技術の結晶である潜水艦をアメリカや同盟国が購入することだよね。ああ、特にクアッドで親密さを深めているオーストラリアは、日本の潜水艦の購入を真剣に検討していたこともあり、アメリカも潜水艦隊の司令官が実際に欧遊に乗艦するなどして、興味があることを隠そうとはしていないからな。このように、アメリカをもうならせる日本の潜水艦技術だけど、現状では効果的な抑止力としての活用が大いに期待されているよ。特に昨今は、
中国やロシアの G 行動が盛んに行われていることから、それらに対する明確な対抗策として、欧州などの潜水艦の活躍が、日本の領土防衛につながるものと考えられるよね。それじゃあ今回はこの辺で。いつも見てくれてありがとう。よかったら、チャンネル登録してね。みんな、コロナが落ち着いてきて油断してるけど気をつけてくれよ。マスクもだけど中国にも油断しないでほしいね。大丈夫だよ。僕たちの視聴者を信じようよ。そうだね。なら今日の動画は終わりだよ。尖閣諸島の有事リスクがどんどん高まっているさなか、陸上自衛隊では1、2式地対艦誘導弾の長距離化を踏まえて、石垣島にミサイル部隊を配備することを決定したよ。これまでにも、陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイルを有する部隊は、沖縄本島をはじめ宮古島や、鹿児島県の奄美大島にすでに配備されており、今回の石垣島を含めて南西諸島への配備は4カ所目となるな。相変わらず中国のプレッシャーは強烈だから、あらゆる方法を使って日本の領土を守ってほしいと思うよね。さて今回は皆が注目している、石垣島へのミサイル部隊配備について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも南西諸島は、鹿児島県の南方海上から沖縄県の与那国島にかけて、1200km にも及ぶ範囲に点在する島々の総称だけど、1997年頃から本格的な海洋進出を強めた中国海軍と、最前線で対峙する位置となり、緊張感が高まっているってわけ。かつての中国は、陸続きで接する旧ソ連との国境線を国防上の最大の課題として、その防衛を担う陸軍重視の政策を採用していたんだけど、ソ連崩壊に伴い方針を転換、台湾併合に向けた東方海上への進出を軍事目標としたことで、南西諸島に緊張感が高まることになったよ。南西諸島を第一列島線と名付け、自国の防衛のために、必ず死守しなくてはならない線として考えている中国のことだからな。日本の領土に勝手に線を引いて何を考えているの?という常識は中国には通用しないもんね。中国は、その第一列島線において、制空権及び制海権を確保することで、アメリカ軍の影響力を排除する方針を目標に掲げているよ。さらに中国はこの第一列島線の東側の日本の伊豆諸島から小笠原諸島、そしてグアム島、サイパン島からパプアニューギニアを結ぶ線を第二列島線と位置づけ、西太平洋地区を自分の勢力圏とする構想を打ち出しているってわけ。この二つ位の線、そしてその内側の部分で制海権を確保するために、中国は海軍の拡張をどんどん進めているんだ。空母の運用、新型戦闘機の開発、ミサイル兵器の開発、様々な手を使って、仮想敵国であるアメリカに対して強く抵抗しているわけだね。そんな中国にとって、尖閣諸島は太平洋の出入り口に当たる場所であり必ず確保しておきたい要衝ってわけなんだ。そういうこと。ここに日本やアメリカがミサイルを設置したり、空軍基地を設けてしまえば中国本土が攻撃範囲になるのはもちろん、自慢の海軍を太平洋に出撃させる際に大きな障壁になるから、かつては、周辺海域の海底に埋蔵されていると言われている豊富な石油などの、資源を目的に尖閣諸島の領有権を主張してきたと言われる中国だけど、すでに資源は自国で十分賄えるほど生産しているわけで、真の目的は対アメリカ戦争時の障害を未然に排除することが目的なのだろうと考えられ始めているよ。もし、中国の野望が達成された暁には、現状でアメリカ海軍がほぼ独占してる、太平洋やインド洋における支配権を駆逐し、2040年頃をめどにアメリカ海軍と互角以上の海軍力を保有し、世界の海を二分する勢力にまでなってしまうことが考えられるんだ。ここまで壮大な中国の海洋進出の計画を鑑みれば驚異的な速度での海軍艦艇の建造にも納得がいくんだけど、果たしてその青写真が計画通りに進行できているのかといえばそうとばかりは言い切れないみたい。中国における目標の一つ、第一列島線内の制海権の確保は2010年頃までの目標に挙げられていたんだけど、日本は海上自衛隊の潜水艦戦力の増強を行っており、ひとまず2012年には常備22隻体制を確立したことで、少なくとも東シナ周辺までの制海権を中国に許すことにはなっていないね。また、今回取り上げる石垣島への陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイル部隊の配備も、
第一列島線内の中国軍の艦艇や航空機の作戦行動を阻害する手段のうちの一手であると言えるよ。今回、石垣島に装備されるミサイルは12式地対艦誘導弾と呼ばれるものなんだけど、12式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が2016年より導入を開始したもので、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器で、陸上自衛隊では SSM-1 回と呼称されているんだ。最大射程距離は推定値で約 200km 弱と言われ、今ではそれほどの長射程ではないんだけど、2017年に改良型の開発にゴーサインが出され、射程距離の延長が進められることになったってわけ。改良型の開発については、2020年12月には当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された新たな防衛力整備計画に際し、最優先で開発を行うべき兵器に位置づけられ、近未来の防衛システムの一翼を担うこととなったんだ。具体的には、現状で約200キロ弱の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸し、最初の改良では約900キロメートル、最終的には約1500キロメートル。これは、中国や北朝鮮が保有する短距離弾道ミサイルに匹敵する距離になるんだが、この部分まで性能を高めることを想定しているぜ。また、重装輪車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦使用、艦艇への搭載による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化によっていつでもどこでも発射が可能な体制を構築することで、敵国に対する抑止力として運用することを想定しているな。仮に、石垣島に配備した12式地対艦誘導弾を想定すると、すでに現在の性能でも尖閣諸島は十分防衛できるし、尖閣諸島に接近する中国軍艦艇を先制攻撃するには十分な性能を有しているね。これが射程距離を 1500km まで伸ばすと、中国本土にある敵航空基地や有力な、港湾海軍艦艇などを狙って先制攻撃が可能になるってわけ。もちろん、現行法令では先制攻撃などできないけど、基地攻撃能力について検討が進められ、その方針が正式に是となれば中国の喉元に合口を突きつけるような形になり、かなりのプレッシャーになることは事実だよね。このような状態になるまで、放置しておいたことが問題ではないかとの声も聞かれるんだが、アメリカも日本も、中国の軍拡がここまでのスピードで進むとは誰も考えていなかったんだよな。ソ連の崩壊、冷戦の終結を誰も想像していなかったように、かつて想定されていたことよりも明らかに変化のスピードが速いぜ。1980年代までは、日本の航空自衛隊が当時世界最高の制空能力を誇る F-15J イーグル戦闘機によって、尖閣諸島や南西諸島の制空権を確実に掌握していたんだけど、中国の航空戦力も充実してきた結果、もはや数的優位は中国に奪われてしまい、その差はこれからも開いていくと想定されているんだよね。現在、航空自衛隊は最新鋭の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の、通常滑走路仕様の A 型を105機、短距離離陸垂直着陸が可能な、B 型42機の合計147機を調達してステルス性能による質的優位を確立する戦略をとっているけど、これでも中国の所有する戦闘機の機数には全然足りないよ。この F-35 ライトニング2のステルス性能ですら、それを探知するレーダー類が近い将来実用化されるのは確実と見られており、早ければここ5、6年で新型レーダーが実戦配備されることになれば、ステルス機による優位性を失う可能性もあるんだ。つまり、制海権と制空権を維持するためには、いかに先制攻撃を仕掛けることで、敵の戦力を前言することが必要かっていう、そういう戦略の大転換が必要なんだね。撃たれる前に敵のミサイルを破壊する、察知される前に敵のレーダー基地を破壊する、などの先制攻撃が行われなければ国防も成り立たないからな。そういう意味での基地攻撃能力なんだから、左翼系活動家の主張に惑わされることなく、しっかりとこの点は議論を深めてほしいと思うぜ。12式地対艦誘導弾頭の地対艦ミサイル部隊を、南西諸島へ配備する最大の目的は、南西諸島イコールつまり第一列島線を越えて東に進出しようとする中国海軍艦艇の行動を抑止することであり、第二列島線への到達を防ぐことにあるんだ。中国海軍が空母遼寧や空母山東に続いて航空母艦の建造を進めているのは、第二列島線内の支配力を高める狙いを持っており、第一列島線上の日本や台湾への攻撃に用いる可能性は極めて低いと言われているものの、自国の領土や領海を他国の艦艇に蹂躙されるというのは、
決して歓迎されることではないよね。アメリカにとっても日本が少しでも中国艦艇を牽制してくれればとは思うだろうが、日本としては自国の領土が侵されない限り先制攻撃はできないわけで、アメリカの事情だけでは動きが取れないのも事実だぜ。と言ってもアメリカが日本のために一緒に戦ってくれるかどうかも疑問符が残っちゃうんだよね。うんうん、尖閣諸島について日米安保条約の範囲内かどうかは明確にしていないアメリカ、施政権が及ぶ範囲において日米安保同盟は有効であるという不明瞭な回答に左右しているアメリカをどこまで信用すればいいかわからない部分はあるからね。あれほど守ると言っていたウクライナも結局はロシアの攻撃を許して戦争は長期化する様相を見せており、アメリカの優柔不断さばかりが目立つことになっているんだ。アメリカを信頼することも必要だが、アメリカが率先して動いてくれると思うのも早計、それぐらいのイメージを持っておいた方が良さそうだな。そういう意味で今回の石垣島へのミサイル部隊配備は、日本だってやるときはやるぞとアピールするには十分だし、実行力のある防衛だと思えるよね。ちなみにアメリカは装備される1-2式地対艦誘導弾に強い関心を持っていると言われているぜ。自国にない兵器でかなり性能のいいものを持っている日本の1-2式地対艦誘導弾について、その技術提供を内々に持ちかけてきたそうなんだけど、日本がどう対応したかは明確ではないんだ。だけどアメリカと日本が共同で作戦に当たらなくてはならないのは事実。お互いが都合のいいようにくっつくのではなく、覚悟を決めて共通の敵に当たる時にはしっかり当たってくれる、その確約だけは欲しいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録よろしくね。現在日本が開発している F2 戦闘機の後継機となる予定の第6世代戦闘機次期戦闘機だけど、この次期戦闘機で運用する予定の無人戦闘機も同時に開発が進んでいるよ。無人戦闘機ってかっこいいよね。近代的で、すごくそそられるよ。無人戦闘機は、簿記に随伴し、AI による自律飛行が可能であるとされているからな。しかしながら、それでも無人機に対して指示を出す必要はあるため、現状では次期戦闘機は、無人機操作のために複座式となるのか、すべてを高度に自動化して短座化するのかまでは決まってはいないみたいだぜ。そうだね。さて今回は、そんな次期戦闘機用無人機を開発中であることについて、解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。次世代の第6世代戦闘機は、西側先進国を中心に世界各国で開発が進んでいるんだけど、現在のところの第6世代戦闘機のコンセプトの一つとしては、簿記となる戦闘機に無人機が随伴し、簿記は無人機と共同で戦闘行動を行うことにより、より作戦の幅を広げつつ、簿記の生存性を向上させようとしているんだ。日本でも次期戦闘機として第6世代戦闘機の開発が2021年より本格的に開始されているけど、3代目の国産戦闘機として F3 とも呼ばれており、無人機についても2021年に実証機の開発関係費の予算が計上されているよ。フルスケールでの開発が進められることになり、次期戦闘機と同様2035年頃に配備される予定となっているよ。現在は自衛隊の作戦及び任務の遂行に応じたミッションシステムやインテグレーション技術の研究開発及び各種武器を統合する火器管制システムなどの研究開発を進めている状況らしい。また現在開発中の無人機は前述のミッションシステムやインテグレーションとの緊密な連携とそれに対応した自律飛行制御技術の開発が求められており、簿記のパイロットが移行制御せずとも自律飛行を行い、所定の任務遂行が可能なレベルの無人機開発を行っているようだな。将来的には敵対勢力の人間を無人機が自動的に攻撃するような戦場になっていきそうだね。そうだね。そして現在無人機に求められているものは、簿記のパイロットの生存性を高める高度な自律飛行及び作戦遂行能力、有人機では不可能な高機動性、人間の搭乗が不要であるため、機体内部容積を兵器及び燃料に割り当てることによる、兵器搭載量及び燃料搭載量の増大と機体凹凸の削減によるステルス性の向上だよ。コストパフォーマンスについても、有人機に比べて、パイロットの搭乗スペースや操縦機器を削減できるんだ。そして、最悪撃墜されてもパイロットの損耗を防ぐことができるので、兵装を使い果たした場合でも機体を敵機や敵艦船に特攻させて攻撃することすらできるってわけ。もちろん、無人機といえども非常に高価な装備だから、簡単に使い捨てることはできないけど、パイロットという非常に貴重な人材を無意に損耗しなくてよくなるというのは、非常にコストパフォーマンスが良いと言えるよね。防衛省は、
無人機に関して以前より強い関心を示しており、実は1995年より無人機の基礎技術の研究を開始しているんだ。そして、2004年には本格的な無人機の開発費用として3億円の予算を計上し、最終的には開発経費103億円で4機を生産。2009年より航空自衛隊にて国産無人機の配備を行っているみたい。この無人機は、搭載母機の F-15 から空中にて射出され、あらかじめ決められたルートを偵察飛行し、自動で定められた基地に着陸するというものとなっているよ。そのため、攻撃任務に使用することはできず、米軍のグローバルホークに代表される無人機に用に地上基地から遠隔操縦できるわけでも、長時間の飛行が可能なわけでもないんだけど、戦闘機から無人機を射出して運用するというコンセプトは、現在開発中の無人機につながるところもあるとのことだよ。航空自衛隊では、米軍より導入したグローバルホークと同様に、遠隔操作できる無人機の研究も進められており、無人機開発の先進国である米軍ではグローバルホークが、有名な無人機として挙げられるんだけど、この他にも現在米軍にて開発が進められている、XQ-58A バルキリーと呼ばれる機体があるんだ。このバルキリーという無人機を開発した企業は、米国の軍需産業の中ではほぼ無名と言っても良い企業であり、その名をクラスト社というよ。バルキリーは、機体に搭載された AI によって、亜音速飛行による長距離自立飛行が可能となっているんだって。この機体は、2019年3月に初飛行しており、2021年3月には試験飛行も6回に達し、6回目の試験飛行では、バルキリーに内蔵したウェポンベイより、小型ドローンを射出する実験にも成功しているんだ。これにより、無人機で無人機を運用することが可能であることが実証されたことになり、無人機の可能性をさらに大きく広げるものとなったぜ。バルキリーに搭載されていた小型ドローンは、アルテウス600と呼ばれており、米空軍研究所が現在提唱している低コスト消耗型航空機技術の一環として開発が進められたもので、高度な電子戦及び電波情報の傍受などの任務を遂行することができる機体となっているみたい。そして、米空軍では2019年よりスカイボーグ計画と呼ばれる、自立型無人システムの実戦配備を目指すプロジェクトを進めており、これにより、組織化した無人航空機群を運用することにより、紛争地域への迅速な展開及び敵戦力への効果的な攻撃と進行阻止を、比較的低コストに行うことが可能になるとしているんだ。一方、日本における無人機開発については、防衛省は偵察機や戦闘機等の広範な機種による、無人機の運用を想定しており、最新のデジタルモックアップ技術を活用して、さらなる研究スピードの向上が図られているようだぜ。そのような中で、今回の次期戦闘機とともに運用する予定の無人機については、これまでの日本の無人機研究開発の成果の一つであるとも言われているな。防衛装備庁旧技術研究本部では、2016年8月に将来の無人機に関する研究ビジョンを公表しており、その内容としては航空無人機の研究開発を中心としていたんだけど、2019年以降からは第3分類無人技術検証と呼ばれるフェーズに移行しており、遠距離見通し外運用型の無人機技術の検証を行っているところとなっているようだね。この後、第4分類無人技術検証にて、戦闘型無人機の研究開発も進められていて、これでは、第3分類無人技術検証にて行っている検証のほか、近距離見通しない運用型、特殊飛行型及び携帯型、ドローンなども候補とされているんだ。現在、これらの研究を基礎としつつ、現状に即して適時研究内容に柔軟性を持たせつつ、無人機の研究開発が進行しているってわけ。また、単にドローンと呼ばれるものでも、用途によって様々な大きさや型式があるぜ。日本が開発しているのは、どんな無人機なの？防衛省で現在開発が進められている次期戦闘機と連携運用する無人機の種類は、近距離見通し外での運用型でありかつ、携帯型無人機とでも言うべきものであるように思われるんだ。これらの無人機開発及び運用思想は、現在の世界の潮流でもあるんだけど、日本においては F-15 イーグル戦闘機の最近代化改修計画が予定通り進んでいない現状では、第6世代戦闘機の開発及び無人機開発に注力していくのは、日本の防衛力整備においては当然の対応であると思われるね。世界各国においても無人機開発に力を入れており、米国においては、2021年2月に米国防高等研究計画局から、ロングショット開発計画と呼ばれる無人機開発計画を発表しているよ。そして、米国内3社に対し、空対空ミサイルによる敵機の迎撃を可能とする、
ドローンの設計プランの提出を求めており、このドローンは、母機となる有人機を護衛し、有人機パイロットの生存性確保につながるものとされているんだ。2022年現在、世界はロシアによるウクライナ侵攻によって軍事的な緊張感が大きく高まっているよね。そのような中、米ロは第6世代だけではなく、第5世代や第 4.5 世代戦闘機への無人機運用能力の付与を検討していると専門家の間で囁かれているってわけ。このような米ロの動きに対して、日本は防衛予算の制約もあり、研究開発が遅れていると言わざるを得ない状況ではあるんだけど、今後、航空戦力の無人化は避けては通れない重要な案件であると言わざるを得ないんだ。日本に大きな軍事的圧力を加えている中国は第6世代戦闘機の開発よりも、無人戦闘機の研究開発に力を入れていると言われており、ロシアのウクライナ侵略において、ウクライナ側は無人機によって、ロシア軍部隊に効果的な打撃を与えているとメディアを通して報じられているからね。現在の無人機開発の進捗状況によっては、将来の日本の防空体制、航空優勢の確保に甚大な影響を及ぼすことはほぼ間違いないよな。日本は現在、限られた防衛予算を様々な研究開発に分散して投資しているけど、無人機開発という今後の日本の防衛環境に大きく影響する分野に関しては、分散した防衛予算の選択と集中を行い、現在よりも無人機への研究開発予算を大幅に増額する必要があるのではないかな。さらには、今回のウクライナ侵略戦争を見たドイツは国防予算を大幅に増額し、自国の防衛能力の増強に努める方向に大きく舵を切っているしな。日本も中国という、ロシア以上の軍事大国からの軍事的圧力を受けている状況だから、防衛予算の拡充も速やかに検討すべきだと思うな。その通りだね。日本はいつまでも平和ボケと呼ばれる状況で安穏と過ごすのではなく、自国は自国でも守れるよう努力すべき時に来ているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。